気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。滅亡信頼チャンネルです。今日も一日熱々でみんな過ごしていきましょう。2023年11月27日の神戸新聞渡辺淳子先生選の入選しました。今年で10句目の入選です。炎天のカランコロンと水筒は平室松明。炎天のカランコロンと水筒は炎天の日に自転車で走ると水筒の中の氷がカラコロンとのんきに音を立てている。炎天と氷の対比の俳句でございます。この動画で縁があった方々、コメント、高評価、チャンネル登録をいただくと励みになります。最後までのご視聴